はい、プレボールの前球人です。今回もね、巨人のトレードについて見ていきたいと思います。以前ですね、巨人のトレード考察と冬動画を出しました。まあこの中でね、欲しいポジションっていうところをチェックしていったんですけど、30代から20代中盤の先発がいないよというお話をいたしました。でまあ左がね、特にいないっていうところではあったんですけど、まあまあできれば左っていうところで、まあ右も左もね、先発は欲しいというところでございます。まあそんな中ね、今回は注目したい5投手っていうところをですね、具体名挙げてみていきたいと思います。まあ実際にこう現実的かどうかは別としてですね、まあちょっとね、注視しておきたいピッチャーっていうところですね、見ていきたいと思いますので、それではご覧ください、どうぞ。はい、まず一人目はですね、笠谷俊介選手、プロ9年目の選手です。出身地は大分県、1997年3月17日生まれ、25歳、173センチ74キロ、ポジションピッチャーで左投げ左打ちのサウスポーです。2014年ドラフト4位指名の選手で、本気年俸は2100万円、平均球速が約148キロほど、非常に速いですね。球種がスライダー、カーブ、カット、チェンジアップなどを投げます。笠谷選手は高卒で入団後3軍で経験を積み、3年目の2017年に1軍初昇格。しかしそこからなかなか1軍定着とはならなかったが、6年目の20年に先発も含め20試合に登板し、4勝をマークし、台頭。7年目のおととしも主に先発として59イニングに登板。3勝をマークしたものの防御率 4.27 と、前年よりやや成績を落としておりました。そして昨年は1軍にリリーフのみの登板で16試合に投げ、防御率 6.35 と、今一つ殻を破れなかったシーズンであったということでございます。はい、この笠谷選手ですね、ソフトバンクの左ピッチャーでございまして、まあ、球威のある選手ですよね。通算で見ていくとですね、66試合で7勝9敗1ホールド、149.0イニング、防御率 4.11、奪三振率 9.72、四死球率 5.38 という成績でございます。はい、まあ見ていくと、通算防御率はね、4点台っていうところではあります。三振率が非常に高い選手ですね。やっぱまあ球威がある分ですね、三振が非常に取れると。ただ四死球率が5点台ということで、制球なんていうところもあるんですよね。で昨年はですね、16試合で0勝0敗 17.0イニング、防御率 6.35、 奪三振率 7.41、 四死球率 4.76 ということで、まあ、昨年はね、リリーフでのみの登板ということでございました。まあ先発ができる選手なんですけど、やっぱね、こうなかなか、台頭できずというところでございましたので、まあリリーフにも回っていたんですけど、まあそのリリーフでもね、いいピッチングっていうのはできていなかったと。で2軍ではですね、18試合で1勝2敗 31.2イニング、防御率 2.56、 奪三振率 12.22、 四死球率 4.55 ということで、まあ2軍のウエスタンではしっかりと成績を残しております。奪三振率もちょっと抜けてますね。まあまあやっぱね、能力は高い選手かなっていう風に思いますし、ポテンシャルは十分と。まあただね、2軍でも四死球率の高さっていうところは1個あるのかなっていう風に思いますし、まあ直近でね、先発をやっていないっていうところはあります。今年もですね、ちょっとリリーフとして回っているっていうことはあるんですけど、まあまあただね、先発としての実績がある選手というところでございまして、まあ今回左ピッチャーとして、名前を挙げさせていただきました。まあやっぱ笠谷選手に関しては、巨人に少ないタイプの左腕というところで、まあ球威のある左ピッチャーっていうのは巨人あんまりいないですよね。まあ強いてあげるなら井上選手くらいかなっていうところでもあるんですけど、今ちょっとね、怪我で2軍にいるっていうところもありますので、やっぱね、20代中盤の左ピッチャー球威がある選手で先発もできそうとなればですね、まあ彼が上がってくるのかなっていうふうには思いますが。でまだね、ソフトバンクに関しては今シーズンですね、まあ去年のオフからトレードっていうのが行われておりませんので、まあまあそういうところも含めてね、ちょっとまあ一個注目かなっていうふうに思いますが、それでは2人目見ていきましょう。はい、続いては2人目ですね、元前文也選手、プロ4年目の選手です。出身地は北海道、1997年10月2日生まれ、25歳、176センチ82キロ、ポジションピッチャーで左投げ左打ちの選手です。2019年育成ドラフト1位指名でロッテに入団している選手でございます。今季年俸は1300万円、平均球速は約142キロほど、球種はスライダー、カーブ、カット、ツーシーム、チェンジアップなどを投げます。元前選手は育成入団ではあるんですが、1年目から2軍で2勝0敗防御率 2.56 と好成績をマークします。翌年の2年目には春季キャンプ1軍スタートをつかみ、その後のオープン戦での好投評価されると、開幕前に試合化昇格となり、その年は先発として8試合に登板、8勝利をマークしておりました。そして3年目の昨年は昇格と抹消を繰り返しながら、谷間谷まで先発起用され、12試合中11試合に先発登板すると、前年を超える3勝を記録したシーズンとなったということでございます。はい、まあ2人目はこの本前選手というところでございまして、育成出身のロッテの左腕でございます。通算成績チェックしていくと、20試合で4勝4敗、防御率 4.66、奪三振率 5.48、四死球率 3.94 ということで、まだね、そこまで実績はない選手ではあるんですけど、昨シーズンはですね、12試合で3勝2敗、56.0イニング、防御率 4.66、奪三振率 6.43、四死球率 4.18 というね、成績を残しておりました。
まあ本当ね、谷間の起用ではあったんですけど、先発で3勝を挙げている左ピッチャーというところでございます。で、2軍では10試合で1勝2敗 46.2 イニング、防御率 4.05、奪三振率 6.56、四死球率 3.86 ということで、まあ2軍ではそこまでいい成績ではないんですけれども、まあ20代中盤の左ピッチャーというところでね、候補に入ってくるんではないでしょうか。まあさらに言うと、ロッテに関してはですね、結構先発の頭数自体は多いのかなっていうふうに思います。まあ石川選手しかり、怪我人とか出ているロッテではあるんですけど、まあそれをね、踏まえても、やはりこう佐々木朗希選手を筆頭にですね、先発ピッチャーっていうのはいい選手が揃っておりますし、まあさらに今季に関しては、まあ種市選手だったり、岩下選手であったりが本格復帰してくるシーズンということになるんではないでしょうか。まあそういうことを考えるとね、この元前選手、昨年で3勝しているとはいえですね、まあ開幕ローテ争いっていうところはですね、まあそこまでね、めちゃくちゃアピールしている選手はないのかなっていうふうに思います。まあこうリリーフタイプのピッチャーでもありませんし、怪我人の選手らが復帰してですね、まあなかなかこう1軍で出番がないようであればですね、ちょっとまあチャンスはあるのかなっていう感じはいたしますが、まあちょっとね、注目しておきたい選手かなっていうところでございますが、はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いて3人目は坂本裕也選手、プロ4年目の選手です。出身地は福岡県、1997年7月28日まで25歳。180センチ、87キロポジションピッチャーで、左投げ、左打ちのサウスポーです。2019年ドラフト2位指名の選手でございまして、今季年俸2300万円。平均球速約143キロほど。球種はスライダー、カット、カーブ、ツーシーム、チェンジアップなどを投げます。坂本選手は1年目即戦力として開幕ローテ入りをつかみ、初登板8勝利を挙げると、その後は怪我での離脱もあったものの、最終的に4勝をマークする活躍を見せました。そして翌年の2年目は開幕一軍こそ逃したものの、16試合に先発し、前年と同じ4勝を挙げたと。そして3年目の昨年はオープン戦で好投、開幕ローテ入りをつかむことができましたが、シーズンでは打ち込まれることが多く、最終的に0勝5敗と結果を残すことができなかったということでございます。はい。まあ、この坂本選手ですね、ドラフト2位指名、上位指名で DeNA に入団いたしまして、まあ、1年目4勝、2年目4勝とですね、まあ、ある程度勝ち星を上げていたんですが、まあ、去年結果出ずというところでございました。通算で見ていくとですね、41試合で8勝12敗、164.1 イニング、防御率 5.64、奪三振率 5.64、四死球率 3.29 という成績でございます。はい。まあ、通算で見るとね、防御率は5点台というところでございまして、まあ、1年目、2年目とね、4勝を挙げていたんですけど、まあ、どちらもね、防御率5点台というところでございまして、まあ、ちょっと防御率は高い選手ではあったんですけれども、まあ、それでもね、先発としてある程度投げていたというところでございます。で、不調の昨年は15試合で0勝5敗、48.0 イニング、防御率 6.19、奪三振率 5.25、四死球率 3.94 という成績でございます。はい。まあ、なかなかね、苦しい成績というところでございます。防御率も6点台でございまして、まあ、やっぱちょっと三振がね、取れないっていうところがネックの選手なのかなっていうところではあるんですけど。で、2軍ではですね、10試合で2勝2敗、防御率 4.37、奪三振率 8.14、四死球率 3.38 という成績でございます。まあ2軍でもめちゃくちゃいいわけではなかったですね、去年に関しては。まあただ三振は2軍の方はある程度取れているのかなっていうふうに思いますし、まあ四死球率も9大点かなというところでございます。まあちょっとね、ゴロが多い時もあるピッチャーではありますので、まあそういう意味で言うとね、まあ内野守備が硬いチームの方が向いている選手なのかもしれませんが、まあさらに坂本選手に関してはね、DeNA はこう笠原選手が現役ドラフトで加入してきました。ここまでね、すごくいい活躍っていうのができているのかなっていうふうに思います。まあ先発ピッチャーっていうところですね、まあ DeNA も苦しんでいる状態ではあるんですけど、まあその中でも坂本選手に関してはあまりこう名前がね、今現在出ていない選手かなっていうところではありますので、まあそういう意味でも出番が減少している左ピッチャーなのかなっていうところではありますよね。はい。で、以上ね、左ピッチャー3選手見ていったんですが、次2名はね、右ピッチャーということになっておりますので、チェックしていきましょう。はい。続いて4人目は、秋山拓実選手、プロ14年目の選手です。出身地は香川県、1991年4月26日まで31歳。188センチ、101キロポジションピッチャーで、右投げ、左打ちの選手です。2009年ドラフト4位指名の選手でございまして、今季年俸は8800万円、昨年は1億1000万円でございます。平均球速は約135キロほど、球種はスライダー、カット、カーブ、フォーク、シュート、チェンジアップなどを投げます。秋山選手は高卒1年目から先発として4勝をマークするも、その後は2軍で活躍できるものの、なかなか1軍に定着できず、6年間でわずか2勝にとどまっておりました。それでも8年目となる2017年に開幕ローテをつかむと、そのまま規定投球回数に到達し12勝をマーク。その後は再び低迷もあったものの、2020年、21年と2年連続2桁勝利を挙げ復活。しかし昨年は選手層の厚さから1軍での登板機会がなかなか得られずに、わずか5登板にとどまっていたということでございます。はい、この秋山選手ですね。阪神で非常に実績のある投手でございます。通算で見ていくとですね、132試合で49勝43敗、
724.0 イニング防御率 3.60、 奪三振率 6.63、 四死球率 1.60 ということで、まあこう見たら分かる通りですね、まあ50勝近く勝っておりまして、まあなんといっても四死球率 1.60 ですよね。まあ圧倒的なコントロールの良さっていうところが売りの選手でございます。ですが昨年はですね、わずか5試合のみの登板、1勝3敗 23.0 イニング、防御率 5.48、 奪三振率 5.87、 四死球率 1.60 ということで、まあなかなか1軍で投げる機会っていうのがなかったというところでございました。2軍では13試合で9勝3敗、73.2 イニング、防御率 3.07、 奪三振率 4.22、 四死球率 1.47 ということで、まあ2軍ではまずまずの成績ではあったんですけど、ちょっとね三振が取れなさすぎるっていうところはね、2軍でも目立っていたのかなっていうところではあるので、まあそこが1軍になかなか上げてもらえなかった要因の一つなのかなっていう感じはするんですけれども、はい、まあそんな秋山選手ね、まあまあコストカット的にも狙い目な選手なのかなっていうところはありますよね。まあ阪神巨人間のトレードっていうところもまあ一切ないわけではないですし、まあ秋山選手もね年俸がこう8800万円とネックでございます。まあ阪神もね先発ピッチャーに関してはそこまで困っているっていうわけではありませんし、今の段階の秋山選手の序列っていうのは結構下の段階ではあるんですよね。まあプラスね、年俸面も結構重たいよっていうところになればですね、まあもしかしたらねこう案外ねトレード成立しやすい選手なのかなっていうところもあるんですけど、まあただちょっとこうフライピッチャーっていう側面もあるので、まあ東京ドームですよね、本拠地が狭い巨人とはちょっと相性がねもしかしたら悪いんじゃないかなっていうところもあるんですけど、まあただ実績のあるピッチャーっていうところで注目選手かなっていうふうに思いますが、はい、で次が最後ですね、見ていきましょう。はい、では最後5人目、二木浩太選手、プロ10年目の選手です。はい、まあねロッテから2人目ということでございまして、出身地は鹿児島、1995年8月1日生まれ、27歳、190cm、 85キロポジションピッチャーで右投げ右打ちの選手です。2013年ドラフト6位指名の選手でして、今季年俸4600万円ですね。平均球速が約142キロほど、球種はスライダー、カーブ、フォークボールなどを投げます。高卒3年目に早くも先発ローテに定着し7勝マーク、そこから先発投手して毎年安定した活躍を見せて、一昨年は自身初の開幕投手を務めておりました。しかし基本塁打が増え、防御率4点台と思ったような活躍ができず、契約更改では初のダウンテージも経験。そして昨年は4月に早々8勝利を挙げ、幸先よく思えたが腰の怪我で離脱すると、6月に復帰したものの8月にコロナ離脱もあり、最終的に9試合のみの登板にとどまっていたということでございます。はい、まあこの二木選手も右ピッチャーではあるんですけど、非常に実績のある選手ということでございます。通算成績見ていくと、130試合で41勝49敗、 751.0 イニング、防御率 4.18、 奪三振率 7.37、 四死球率 2.35 という成績でございます。はい、まあ防御率こそ4点台ではあるんですけど、まあある程度三振取れて、四死球率も低いというところになっております。で、昨年はですね、9試合のみの登板で2勝4敗 47.1 イニング、防御率 4.18、奪三振率 7.99、 四死球率 3.80 ということで、まあちょっとね、怪我とかも重なりまして、登板機会っていうのがぐっと減ってしまったというところでございます。で、2軍では10試合で2勝3敗 46.0 イニング、防御率 2.54、 奪三振率 9.98、 四死球率 1.37 ということで、まあやはりね、2軍では格の違いをね、見せつけていたというところではあるんですけど、はい。で、二木選手に関してはね、まあ、今ちょっと怪我をしている状態ではあるんですよね。まあ、なので、今すぐに、こう、トレード云々っていう選手ではないんですけど、まあ、先ほども言った通りね、ロッテに関しては、まあ、先発陣の駒っていうのが、まあ、何人かこう、いる状態ではあるんですよね。で、まあ、リリーフに関しても、沢村選手を獲得したり、先日ね、日本ハムから西村選手を獲得したなどですね、いろいろこう、補強目立っておりまして、ピッチャーの頭数っていうのが、そもそもね、試合下で結構多いというところになっております。で、そんな中、まあ、去年ね、なかなかこう、活躍できなかった二木選手、まあ現在現地6週間のですね肉離れで戦線離脱しております。こう復帰してですね、まあいざ1軍にっていうタイミングでは、もしかしたらねこうがっちりローテーションが埋まっているっていう可能性もゼロではありませんので、まあ先発が飽和している可能性もねあるのかなっていうところでございます。まあ当然あくまでも可能性っていう段階ではあるんですけど、まあ去年の段階からねある程度こうトレードあるんじゃないかって言われていた選手の一人でございますので、まあ今回のね怪我でロッテファンからもそういった声っていうのもですね、またねちょっとずつ出てきてしまったのかなっていうところではあります。まあそういう意味ではね、怪我から復帰後ちょっと注目しておきたい選手の一人なのかなっていうところではありますよね。はい、というわけで以上ですね、5選手見ていきました。最後ねさっとまとめて終わりましょう。はい、ではまとめていきます。今日見ていったのはですね、ソフトバンクの笠谷選手、ロッテの本前選手、 DeNA の坂本選手、阪神の秋山選手、ロッテの二木選手ということで、まあ5選手のね選抜候補をチェックしていきました。
まあまあ当然ね、チーム事情とかありますし、まあ怪我人とかもね、ちょこちょこ出だしている中で、まあ他球団もですね、先発出せるよって球団は正直全然少ないのかなっていうところではあるんですけど、まあこの時期だけではなくね、開幕からちょっと過ぎたタイミングとかになると、まあある程度ね、こう見えてくるものもあるのかなっていうふうに思いますし、各球団足りないね、部分っていうのも出てくる可能性もありますので、まあそういうところも含めてね、ちょっと注目しておきたい選手を5選手くらいね、まあ挙げさせていただいたというところでございますので、まあちょっとね、その辺も含めてコメントいただければなというところでございますが、で今日は以上でございます。まあ、良ければねチャンネル登録高評価などもいただければ嬉しいです。野球人でございました。背の毛セット。ありがとうございました。